ここからは言えば言うほどです。はい、というわけでございまして、流れてまいりました、私のこの日本一バージョン、うん、ねえ、日本一バージョンを歌うこの模様ドラゴンズは私と矢野清美さんしかいない。そうなんです。そういうことです、ね、演技がいい、はい、はい、もちろん日本一になったのは1954年頃も日本一になりましたが、この曲はまだ存在しておりませんし山本雅之さん自身もこの世に存在してなくて、はい、うん、お父さんお母さんの体にまだ分かれていた状況でございますね、はい、はい、というわけでございまして、一時の恥、男の生き様さん、女の生き顔さんからいただいておりますけれども、名古屋を代表するタレントの坪井さんのポリポリポリ、うん、その後輩の岩瀬仁紀が日本を代表する400セーブを挙げました。しかも CBC ラジオ祭りの開催に合わせてです。合わせてなのかどうか分かりませんけど、分かりません、はい、合わさりましたですね。はい、ありがとうございます。シャータイさんからもいただいております。岩瀬投手やってくれました、プロ野球史上初の通算400セーブ達成、しかも地元名古屋ドームで巨人相手にというところが、なんともこの辺りのファンの人の気持ちをぐっとそそりますね、うん、はい、地元でやった相手は巨人やったというようなことね、最高の舞台で最高の記録達成はファンとしても最高の気分です。昨日は嬉しすぎて飲みすぎてしまいました。昨日お酒は美味しいですね、うん、はい、アントンカレーライスさんからいただいておりますが、坪井さん大変です。東京は東京大学、京都は京都大学、愛知は愛知大学の坪井さんの後輩あの岩瀬仁紀投手がついにとうとう400セーブです。すごいね、ね、もうすごいの一言ですよ。これはね、国民栄誉賞もんだと思いますよということですね。ありがたいぐらい、はい、うん、ハーフ&ハーフさんからもいただいております。1999年にドラフト2位でドラゴンズに入団、20世紀の頃です、まだギリギリ20世紀、はい、2001年からあれになりますから、そういうことです。もう本当末期、20世紀末期のことでありましたドラゴンズに入団しまして、初のセーブもこの年の6月に対巨人戦だったのも奇遇。巨人戦に始まり巨人戦に終わるという1勝から400セーブから400セーブまでの間は巨人に始まって巨人にと、そういうことなんだ、言ってるということで、まあ、これだからここで終わると今言いかけましたけど、まだこれから続きますから終わってませんよ。そうですよ、ねえ、はい、区切りとして、ね、区切りとしてということですよ、はい、5年間中継ぎをやって2004年から、ね、抑えに転向いたしまして、ずっと通算セーブを重ねてきて2010年に250セーブ達成、名球会入りしてさらに毎年コツコツとセーブを積み重ね、タイトルを獲得しました。本当にすごいことです。岩瀬投手も気がつけばもう39歳になるんですよね。本当に毎年毎試合重いプレッシャーに耐え記録を更新していくのは、まさに鉄人というほかありません。坪井さん自慢の後輩ですよね。岩瀬投手本当におめでとうございます。こういう、うん、おっぱいは大きさでなくセカンドだという方からいただいております。感度だよ、背はいらんどんなことか分かれん。おっぱいは大きさでなくセカンドだ、ちょっと野球に重ねて、カサカサみたいな、はい、ね、はい、分かりにくい。そのままやるとセカンド、背中と背中の感度やってる。そういうことなんですか、ね、はいはい、よく分かりません、ね、分かりませんですね試合終了後、落合 GM から岩瀬に電話があり、まずはおめでとうとねぎらわれたものの、すかさず、私がさっき言ったこと、すかさず、わかってるな、と念を押されたそうです。岩瀬も承知の上で500セーブということでしょう。今は自分のゴールが一体どこなのかと思う時があるけれども、明日からまた401セーブを目指して頑張ると答えていたらしい。まだまだ続く。ね。だから、でもまあ、500セーブはなぁと思われるかもわかりませんが、メジャーの記録、元ヤンキースのリベラは652セーブという。という記録もあるんだ。こういう人としてやっぱりちゃんとこういう記録もあるわけですから、うん、そこからしたら500セーブはやっぱりなんとかなと思うファンの気持ちもわからんでもないですよね。うん、はい、その他、和田光雄の声さんからもいただいておりました。今後も投手の分業化は進んで、先発投手の勝ち星はますます減っていくのが予想されるのに対して、抑え投手のセーブ記録は、セーブ記録はかな
にかなか、まあ、のりちょっと文字が分かりません、塗り替えられていく可能性が高いです。しかし岩瀬仁紀投手のように長い期間継続的に活躍できる抑え専門投手が少ないことから通算セーブ数の記録は意外と更新が難しいのではないかとも考えられますね。え、私たちはとんでもない記録達成の瞬間に立ち会っていたのかもわかりません。岩瀬仁紀投手おめでとうございますということですね、はい。うん、まあ、この人の言うように先発の勝ち星の本当に分業分業で昔はもう全部投げ抜くと一人の投手で投げ抜くことはそんなに珍しいことではなかったんですけども、はい、今はもう分業ですから、はい、全部完投しましたかとか、ね、いうようなこともよくありますけど、はい、ね、そんなことは今珍しくなったんで、うん、勝ち星で持っていくという昔の金田なんて何百勝とかね、はい、ああいうのはもうなかなか難しいと思いますが、西武というのはひょっとしたらこれから分業ということからすぐ伸びるかも分かりませんが、はい、しかしと、まあ、この方もさっきの文章に続くわけでございます、はい、ようさんからもいただいておりますが、岩瀬投手と山本昌が同じ時期に同じ中日に活躍していたという事実は、まあ、野手に例えるならば王と長嶋が同時期に巨人にいたということに匹敵すると思います。何しろ過酷な中継ぎ抑えのポジションで不調の年と言われるシーズンが、1年たりともなかったということはすごいです。岩瀬を見ていて貪欲な不安としては妄想半分で時々思うことがありました。野手岩瀬もきっとすごかったんじゃないかと、二刀流が話題の野球界今こそそういうことですが、はい、岩瀬はその点ちょっと生まれてくるのが早かったかなとも思いますというね、うん、野手を守らせてももう岩瀬なんかはやるであろうということでね、うん、シーズンが終わってあれが中日浮上のきっかけだったと言われるようなチームの今後の戦いに今4位ですからね、うん、ぜひそちらの方つなげてほしいというお便りをいただきました。坪井さんの自慢の後輩がとさっきからずっと書いてて、はい、本当にありがたいなと思う反面、反面、愛知大学で有名な人はと言われた時にもう岩瀬の偉大な記録の陰にスーッと隠れてしまって愛大といえば岩瀬、岩瀬といえば愛大ということになりかねんかなと、はい、ね、坪井さんもいたの？そうそう、そんだからあんまりな目立ってもらってもなやつ困るなと心の底で思っても決して口には出さない私でございました。ものすごい言ってますけどね。失礼いたしました。